ピアノを弾くガブリエル・フォーレ即興曲,曲は、近代フランスの作曲家、ガブリエル・フォーレが作曲した性格的商品。ピアノ曲として作曲された5曲と、当初ハープのために作曲され、ピアノ用に編曲された1曲があり、本校で一括して扱う。即興曲,曲というタイトルのピアノ独奏曲を、フォーレは5曲残した。 1> 第1番から第5番までの即興曲は船歌第1番から第6番までとともに、ホーレの死後1926年に第2版としてまとめられ、アメル社から出版されている。ホーレの即興曲は野草曲に比べてより自由な構成、即興的なスタイルに特徴がある。 1> 第1番から第3番までの即興曲は一つのグループとして考えられる場合があり、いずれも ABA の3部形式を基本としており、野草曲では落ち着いた表情の主部に対して中間部で高揚や動揺を示すところ、即興曲では中間部が主部よりも内省的である。この他、ハープのために作曲された即興曲があり、このピアノ編曲版は、 即興曲第6番と呼ばれているが、原曲ハープ版の作曲年は、即興曲第4番より前の1904年である。ホーレの創作期間は、しばしば第1期、第2期、第3期の3期に分けられており、一覧表は、ロバート・オーリッジによる作曲区分に従った。これによれば、即興曲第1番から第3番までは、第1期、第4番から第6番までは、 第2期から第3期にかけてとなり、この2つのグループの創作期間には20年以上の隔たりがある。即興曲第1番から第3番までの初演者、カミリユ・サン・サーンス1881年の作曲。同年9月10日付、カミリユ・クレルク夫人宛のホーレの手紙によれば、即興曲第1番は、デュラン社からの勧めによって書かれた。しかし、楽譜は、 同年アメルシャから出版されている。初演は1882年12月9日、国民音楽協会の演奏会で、カミリウサン・サーンスの独創による。この時、船唄第1番も、サン・サーンスによって初演された。エマニュエル・ポトッカ・プジンに検定された。オーリッジは、ホーレの最初の3つの即興曲にはショパンあるいは、リストの影響が感じられると述べているが、 フランスのフォーレ研究家、ネクトゥーや日本の音楽評論家、宮間義雄はこれら3曲を初演した、サン・サーンスの影響を指摘している。サン・サーンスはピアノのビルトゥオーゾであり、フォーレはサン・サーンスにピアノを指示しただけでなく、2人は1870年代の初めから深い友情で結ばれていた。即興曲第1番は、うねるような曲奏、6。 八拍子の揺れ動くようなリズム、上昇と下降を繰り返す学説、滑らかなアルペジオなどの処方において、ホーレの初期の船歌の世界と共通する。1883年5月に作曲された、同年アメル社より出版。初演は1885年1月10日、国民音楽協会の演奏会で、サン・サーンスの独創による、 サッシャドレジナプ人に検定された。即興曲第2番と第3番は、ホーレの即興曲でも最も広く知られたものとなっている。この2曲は、野草曲第3番を挟んで、相次いで作曲されており、出版社であるアメル社の意向に沿ったものと推測される。1883年はホーレがマリー・フルミエと結婚した年で、この頃に、 初期の創作活動の頂点を迎えていた。A, B, A, B コーダという構成。A は、活気のあるタランテラであり、B のより歌謡的な主題と、詩的な気分によって、性格の対比が図られている。フランスの哲学者、ウラジミール・ジャンケラビッチは、ヘタンチョウという調整とタランテラのリズムについて、ショパンの練習曲を思わせると述べている。なお、主部のタランテラと、 序章的な中間部は、同じ速さで演奏することが要求されており、このテンポに関しては、ホーレから直接得た指示だったという証言が、ホーレの子、フィリップ・ホーレ・フレミエ及びピアニストで、ホーレの愛人だったマルグリット・アッセルマンで述べる、アルフォンス・アッセルマンの娘からなされている。1883年に作曲され、同年、アメル社より出版。 初演は1885年1月10日、即興曲第2番とともに国民音楽協会の演奏会でサン・サーンスの独奏による。ウジェーヌ・ブラン夫人に検定された。即興曲第3番は a b a コーダという簡素な構成を取りながらも、旋律の優美さ、絶妙な火星進行、豊かな変化と対称性を内包した統一の見事さによって、 特に際立った作品であり、野草曲第6番、第7番、第13番などと共に、フォーレの最も優れたピアノ作品に数えられている。クラシック音楽史、体系なロシアとフランスの音楽において、フォーレの項目を執筆したロナルド・クライトンは、即興曲第3番について、微笑みを称え、幸福そのものとしており、同様にジャンケレピッチも、 この変異蝶々の即興曲には、この世のものとは思われぬ雰囲気が存在し、エネルギッシュな生命力、決闘の良さ、革新といったものが見出される。ある種の霊感、または詩的な闘水がこの作品の原動力となっており、このような曲はどんな作曲家でも生涯にたった一度しか書かないものなのだと述べている。1905年8月作曲、翌1906年。 ウージェル社より出版。初演は1907年1月12日、国民音楽協会の演奏会で、エドワール・リスレの独奏による。と、マリアーブ夫人に検定された。第3番の即興曲から20年以上隔たっており、構成的には5曲のうち最も大きい。3つの主題によって構成されているが、リズムが作奏する、第1主題、序章的な第2主題、 ゆったりとした第三主題が驚くほど巧妙な手腕の元に作品中に組み込まれており、これについてネクトゥーは複雑で過剰な処方、あまりにも技巧的に複雑に絡み合っているために、その譜面は初見では演奏不可能なほど難解であると指摘する。一方でジャンケレピッチは同じ編2丁で書かれた船歌第8番に相通じるものがあり、最も純粋に、 フォーレ的な響きを持つ作品とする。なお、初演者のリスレは、パリ音楽院の教授で、ベートーベンやリストを得意とした。1907年1月の初演から半年後、マルセル・プルーストがホテル・リッツで模様した晩餐会でもリスレは、フォーレの作品を演奏した。一方、この作品を検定されたロンは、フォーレの有名作品を数多く演奏したピアニストだが、 作曲から3年近く経った1909年3月30日に初めて演奏しており、ネクトゥは彼女がこの曲をそれほど評価していなかったことはほぼ間違いないとしている。1909年作曲、同年、ウージェル社より出版。初演は1909年3月30日、サルエラールにおいて、マルグリットロンの独創による。チェラデラ・ブランチェア城に検定された。 この曲の成立について、初演者の論によれば、全音音階を用いたフローラン・シュミットの室内楽作品を聞いたフォーレが、私も全音音階で曲を書いてやると言い放ったと述べている。事実上、フォーレ最後の即興曲であり、全音音階の使用、リスト風の造語同音程から発展した、火星法上の所得調、船歌第7番にも見られる短い戦律的要素の、 耐えざる反復が目立つ。急速に走り回る16分音符から、無急動、津軽の飛行とも称され、全音音階によって明滅する終始は、ドビューシー的あるいは、印象派的とも言われるなど、ホーレの作品中において得意な様相を呈している。フランスのピアニスト、アルフレッドコルトーはこの曲について、しつこく強靭な構図による一つの教師曲であると、述べる。また、 作曲家、ダリウスミオーは次のように述べている。彼は全音階を忠実に用いながらも、逆にそれを利用して転調を行い、主張から離れ、そしてまた、素晴らしい想像力のもとに、主要な旋律を再度主張に戻してくるといった、やり方を通じて、自らの火星感覚を生み出しているのである。ダリウスミオハープを弾くアルフォンス・アッセル万年曲は、1904年、 パリ音楽院のハープ科教授だったアルフォンス・アッセルマンのクラスのための課題曲として作曲された。アッセルマンに検定されており伝えられている主考譜の断片にはアッセルマンの手になると考えられるものがあることから曲の総句や技巧的部分の処方に関してフォーレはアッセルマンの助言を受けたものと推測される。1九百四年七月アッセルマンの生徒シャルロット・ランドランによって 課題演奏された。曲は、アレグロモデラーとモルト、変異町長の最初の主題と変路単調目のモッソで、出る二つ目の主題を交互に展開させており、華麗な技構成と豊かなハーモニクスの効果によって、世界中のハーアップ奏者のレパートリーとなっている。また、1905年1月7日、国民音楽協会の演奏会でこの曲は、ミシュリーヌカーンによって、 一般書演されている。カーンはアスセルマンの最も優秀な弟子の一人で、彼女の演奏はフォーレの依頼に応えたものだった。その後、フォーレは1918年にハープのためのオリジナル曲、唐の奥型をカーンに送っている。試験向けに書かれた即興曲が高度なテクニックを追求しているのに対し、当の奥型は繊細で詩的な雰囲気を持つ。 このハープのための即興曲を1913年にアルフレッド・コルトーがピアノ用に編曲したものが作品86ビスであり、ピアノのための即興曲としては第5番よりも発表が遅かったために第6番とされた。原曲版、ピアノ版ともにデュラン社から出版された。ありがとうございます。